は、ディアバイアークのまひろです。今回は私の愛用バッグとその中身をご紹介していきます。私が愛用しているバッグはアークテリクスのバックパックです。こちらは通勤時にいつも使っています。このリュックの便利なポイントは、このリュックの上についている小さなポケットで、ここにスイカとかイヤホンとかをよく入れて、さっと物を取り出したい時に使っています。あとはサイドに2箇所ポケットがついているので、普段は水筒とか、あと折りたたみ傘とか長いもの、すぐに取り出したいものを入れるのにとっても便利です。それでは中身ご紹介していきます。まずは絶対忘れちゃいけないスマートフォンと、このスマホケースは姉が韓国旅行のお土産で買ってきてくれました。次に大切なお財布です。アニエスベイの財布で、高校1年生の時に初めて買ったブランド品で、思い出があるので長く今でも使っています。そしてこちらがスケジュール帳です。これで仕事とプライベートのスケジュールをどっちも管理してます。あとはフェイラーとノリタケのコラボのハンカチです。一目惚れして名古屋に旅行に行った際に購入しました。で、私は今はコンタクトなんですけど、目が悪いので、何かあった時用にいつもメガネを持ち歩いてます。マスコットの定番のメガネです。そして次が豚革のエコバッグを常に持ち歩いています。仕事帰りにスーパーに寄った時とか、エコバッグがあると重宝するので、いつもこれをバッグに入れてます。そして続いてはこちらのハイドロフラスクの水筒です。新しく入ってきたカラーで一目惚れして買っちゃいました。次に小物系を紹介します。いつも持ち歩いているリップがドロム&のリップです。今こっちの色を塗っていて、マットな質感がお気に入りで、最近はこればっかり使っています。そしていつも愛用しているバイレードの香水です。持ち運びやすいサイズなので、カバンにはいつもこれを入れています。そして最後にこちらが職場の先輩からいただいたヘアクリップです。7月生まれで、私の星座が獅子座なので、そのモチーフのクリップをお誕生日にいただきました。作業中に髪の毛が邪魔になったら、これでまとめて仕事しています。以上でご紹介を終わります。ありがとうございました。こんにちは、アンドワークのアレです。本日はリアルに普段から使用しているバッグの中身を紹介したいと思います。私が普段から使用しているこちらのバッグは、ビューティフルピープルとアンドワークの別注バッグになっておりまして、ショルダーポーチとなっております。こちらのポイントなんですけど、私個人的には何といっても内容量、これから中身を紹介するんですけど、とても多くのものがすごく入るので、私の一番のポイントになってます。でもう一つはキルティングで、シルエットもすごく可愛いんですけど、軽いので背負っていただいた時にストレスなく肩掛けできる仕様となっております。では早速バッグの中身を紹介していきたいと思います。まずはじめに鍵なんですけど、カラビナはエンダースキーマのものを使っています。続いて、白の香水になります。こちらも愛用がすごい長いんですけど、香水感がなくて、もうお風呂上がりのようなさっぱりとした香りなので、もうずっと使ってます。次にこちらなんですけど、アンドアークのなるみさんが誕生日にくれた手鏡になります。こちらバイレードのものになるんですけど、形と色味とすごく気に入ってます。こんな感じですね。次に必需品なんですけど、こちらのリップになります。で、一つ目がもう無難のメンソレータム、乾燥とかするのでいつでもつけられるようにっていうのと、あとこちらナーズのリップとシャネルのリップなんですけど、私はこちらの2色使いをしていて、今も実際2色使いしているものをつけてるんですけど、秋冬らしい色味になってとても気に入ってます。次はこちらです。私はもう甘いものがすごく大好きで、こういう飴とかそういうのはもう常々入ってます。一番必ずバッグに入れてるもの、お財布です。もうかれこれ6年愛用していて、全然ボロボロにもならないのと、あと色味がすごく気に入ってるので、変えるタイミングを見失いました。なのでもうこれからもしばらくずっと使ってると思います。と、まあ最後に携帯ですね。こんなにもすごく大量のものが入るので、
私はもう愛用しまくりです。実はこちらの同じ形で新色が発売になります。そちらの商品がこちらです。こちらの商品がものすごく人気で、再販するたびに速乾してしまうくらいだったんですけど、アップデートしてご用意いたしました。チェーンストラップに改良されて、こちらがもうすでにお持ちの方でもそうでない方でも、このチェーンは取り外しが可能になるので、付け替えが可能になります。なのでお好みやその日のスタイリングに合わせて変更できるようになっているので、とても使い勝手が良く、さまざまなスタイルに合わせられます。こちらなんですけど、10月の8日に発売となります。私たちスタッフも全員待ち望んでたお色をでして、届いた商品、こちらスタッフみんなで一緒のタイミングで目にしたんですけど、もう本当に可愛すぎて私たち全員大興奮でした。もうすでにたくさんのお問い合わせをいただいているので、ぜひ10月8日に合わせてチェックしていただけるととても嬉しいです。はい、ご紹介は以上になります。ありがとうございました。こんにちは、ディアバイアークの本美です。本日は通勤バッグの中身をご紹介させていただきます。まずはバッグから紹介させていただきます。バッグがエンダースキーマーのショルダーバッグです。こちらがショルダータイプになっていて、こちらの部分にエンダースキーマーのロゴが入っています。外側がスウェードみたいな感じになっていて、通年通して使っていただけるんですけど、肩紐の部分も太さがあって、あまり肩が痛くならないのでお気に入りで使ってます。では早速一つ目紹介させていただきます。一つ目がハイドロフラスクの水筒です。お気に入りのポイントが、冷たいのが持続するっていうのと、このカラーですね。ディアバイアークでは他にもいろんなカラーのハイドロフラスクを取り扱っているんですけれども、シンプルでこのホワイトの感じがお気に入りで使っています。あと飲み口の部分が変えられて、私は回して飲み口が変えられるっていうものを使っていて、回すだけで簡単に飲み物が飲めるのでお気に入りで使ってます。では2つ目ご紹介させていただきます。これが以前 YouTube でもご紹介したマルジェラの財布です。こちらもカラーがお気に入りで、他の人と被らなくて、小銭もしっかり入りますし、カードもかなり豊富に入るので好きで使ってます。3つ目ご紹介いたします。3つ目がテクラのハンカチです。当店では取り扱いないんですけれども、テクラのハンカチはいろんなデザインがあって、シンプルなんですけど、このデザイン性に惹かれて購入して気に入って使っています。サイズとしてはこんな感じで、手だったり汗だったり拭くのにちょうどいいサイズ感になってます。4つ目がエンダースキーマーのケースですね。このコロンとしたサイズ感がすごく可愛くて惹かれて使ってるっていうのと、この部分がレザーになっていて高級感もあってお気に入りです。中身がエアポッツがぴったりと入るような感じになってます。ジャストフィットしますし、 AirPods 以外にも小銭だったりコードがついてるイヤホンでも大丈夫ですし、いろんなものを入れられると思うのでお気に入りですね。ここもバッグだったりズボンにもかけられます。次に香水ですね。こちらディオールのジャドールっていう香水をお気に入りで使ってます。パッケージがすごく上品で、匂いも大人っぽい女性を最近目指しているので、匂いから変えていこうっていう感じで使っています。次がお直し用のリップですね。スックのリップスティックを使っています。こちらがすごく秋っぽいカラーで、オレンジブラウンというかそういったカラーで、秋メイクにぴったりなカラーなので、こちらもおすすめです。中身がこんな感じのカラーになってます。次がマルジェラのハンドクリームです。マルジェラのハンドクリーム出てるの知らなくって、アットコスメ東京で見つけたんですけど、これがレイジーサンデーモーニングっていう一番人気の香りですね。香水は持ってないんですけど、ハンドクリームで匂いを変えられるのですごくお気に入りで、結構保湿効果もあるので乾燥してる時期にぴったりだと思って購入しました。本日はありがとうございました。
こんにちは、アンダーアークののぞみです。今日は、私が普段使っているバッグとその中身のご紹介をしていきます。はい、それでは早速バッグの方からご紹介していきます。ちょっと最近購入したんですけど、こちらがジルサンダーの観音炉というバッグになってます。で、サイズがいくつかあるんですけど、私はスモールのサイズを選びました。カラーは、チェスナットブラウンというカラーなんですけど、ちょっと赤みがあるような暗めのブラウンになってます。アンダーアークではブラックだったりとかホワイト系の色とかイエロー系のカラーも取り揃えてるんですけれども、私はブラックと迷って、なんかちょっと柔らかい色にしようかなと思ったので、深みのブラウンのこちらにしました。で、普段はなんかこういう風に肩掛けもできるし、こんな感じでボディバッグのようにできるので、こう両手も開けられるので、そこも嬉しいポイントだと思って買いました。そうしましたら早速中身をご紹介していきます。こんな感じで磁石で開けるんですけど、じゃあまず中身はこんな感じで、本当筒状になってて、意外とマチがあるのでいろいろ小物が入るんですけど、まずはじゃあお財布から紹介します。はい、こちらですね。同じくジルサンダーのお財布を使ってます。先日YouTube でお財布の紹介をした時にも、こちらをお見せしたんですけれども、なんかそっちの動画でも話していたように、本当に色とこのコンパクトなサイズ感でもうほぼ一目惚れみたいな感じで選んだお財布ですね。私こういうちょっと何ですかね、小さめのバッグとかを持つことが増えたので、三つ折りの小さいお財布っていうのはすごく使い勝手がいいです。他の小物もたくさん入るので嬉しいですね。そしてあとスマホですね。スマホもしっかり収まります。あとは香水を入れてます。これは以前もご紹介したことあるんですけど、リンクオリジナルメーカーズっていうヘアバームとか結構有名なブランドさんなんですけど、その香水を使ってて、石鹸みたいな清潔感のある、お風呂上がりでしょうみたいな反応されます。すごく気に入ってます。これはあとは見た目もすごい好きです。次はサングラスですね。もうケースごと入っちゃいます。このバッグにサングラスをなんかいいのないかなと思って見つけたものです。はい、まだこう日差しが強い時があるので、サングラス入れられるのはすごい嬉しいです。あとはちょっとした小物になっちゃうんですけど、イヤホンですかね。これは欠かせない。 AirPods とか使ってたんですけど、片耳だけなくしちゃったりとかかなりするタイプなのでやめましたあとリップですね。はい、シャネルのリップを使ってます。これは実はアンダーアークのスタッフのアレちゃんからいただきました。あと最後に鍵ですね。はい、ちょっと大きいこういうカラビナ付きの鍵を入れてます。いろんななんかバッグの持ち手とかにこうやって付けれるので、これを使ってますね。こんな感じです。本当見た目はコンパクトなんですけど、こんなに入るんですよ。こう厚みがあるものとかもしっかり入りますし、今正直これ以外にももうちょっと小物リップもう一本とかだったり入りますね。たまにこう都内とか行くときは蓄電のこうバッテリーとかも入れられたりするので、かなり容量は私は十分かなと思いました。あとはまあ特徴でもあるこの長い紐なんですけど、かなりこう長さ調節ができるので、アウターを着てても斜め掛けのこうしやすさとか、あとは本当お洋服によってバランスを変えたりもできるので、冬とかはコートを着てちょっと斜め掛けにしてお出かけしたいなっていう感じです。はい、はい、こちらで以上になります。本日はありがとうございました。